ーダーを務めさせていただきました小川ひとみと申します。総取り3日間を終えてすごく早かったなと感じています。6月からみんなで一生懸命練習してきて、私厳しいことを後輩とかメンバーに、たくさんいたと思うんですけど、みんなついてきてくれて本当に嬉しかったです。私自身後輩や、同じ年代のメンバーから学ぶことも多くて、これを来年度社会人になるときにつなげていけたらなと思っています。私も一つ成長できました。来年のそうですね、リーダーには本当に頑張ってほしいなと思います。私以上にいいものを持ってると思うので、選ばせていただきました。そうですね、はい、期待してます。来年絶対仕事の休みを取って見に来ます。応援してます。国際エアライン科2年生のエアジャイオ副リーダーを務めさせていただきました坂井桃香と申します。私はこの天の手振りという曲を通して、学科や学年も違うたくさんの人が関われて大きな絆が生まれたことが本当に本当に嬉しいです。こんなに頼りないリーダーだったと思うんですけど、みんなが一生懸命についてきてくれて本当に感動したし嬉しかったです。来年のリーダーの子たちは本当に頼もしくて一生懸命ないい子たちなので、私たち以上にエアジャイアを盛り上げて頑張っていっていただきたいと思います。